皆さん、非常に、僕から残念なお知らせがあります。はい、ですね、昨日ですね、病院に行ってきてですね、血液検査を、しまして、その結果、中性脂肪の値がですね、本来、普通の人だと、150未満な値なんですが、僕は300あったんですよ。それでですね、まあ医者から、まあちょっといろいろ言われまして、まあこのままだと、肝臓がやられるとか、あとまあ脳梗塞で死ぬとか、まあいろいろ言われてですね、そんで、まあ僕はね、今後、この中性脂肪を改善する、ね、脂質異常症の方のための優しい食卓ということでね。まあ、今まで、生放送、ニコニコ生放送と、YouTube の、生放送において、夜にね、生放送して酒を飲みながらね、生放送雑談とかしてたんですが、あれを、一切、今後一切、行わないことに、なりました。というのは、アルコールがですね、まあビールに換算すると、500ml、1日ね、500ml までといった制限が、ありまして、まあ普通の人はね、適量を守ってくださいということで、まあその適量を守ることに、したわけです。はい。で、YouTube の方に上げています。動画、酒動画に関しては今まで通り、普通にやっていく、と思います。まあ、1日 500ml 未満だったら OK なわけです。500ml なら OK なわけで、ね。まあ、その、まあ、範疇に収める。で、1日ね、まあ、大体1動画上げますが、その1動画を上げた後、結局ほら、500ml までしか飲めないわけじゃないですか、1日ね。だからその後に、まあ、酒の生放送やっても、ろくに飲めないから、ね。もう完全に撤廃しようということで、それのお知らせです。で、今後、生放送は何をやるかと言いますと、ゲームのね、まあ、夜のね、生放送は基本的にもゲームの生放送をすることにしました。うん。まあもともと僕がゲーマーなんで、まあそのゲームのね、まあ放送しようかなと。まあ僕もちょっといろいろ考えましたけど、やっぱり80歳ぐらいまでね、ちょっとね、ゲームをしたいんで、結構俺ゲーマーなんで、いろいろゲームがしたいんですよ。まだね、やりたいゲームもいっぱいあるし、そのね、やり尽くしてない状態で死ぬのは嫌かなと思いまして、まあ、こういうね、お話をさせていただきました。うん。ということで、ご了承いただきたいと思います。それではね、お知らせ、これで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。